今回は新幹線と寝台特急を組み合わせて深夜をフル活用し博多東京間を移動する方法を紹介します。僕が今いるのは博多駅、ただいまの時刻は21時を回ったところ。まず初めに乗っていくのが博多21時9分発みずほ614号の新大阪行き。博多駅を出発して約2時間で姫路駅に到着。ここで一旦下車し、寝台特急サンライズ瀬戸出雲号に乗り換えていきます。サンライズには個室など豪華な設備がありますが、今回利用したのはのびのび座席という一番下のグレード。一番下といっても侮るなかれ。完全フルフラットで荷物さえ少なければ快適に過ごせます。熱海駅を出発すると太陽が迎え、ここは絶対に起きておくべきポイント。ということで博多駅を出発して約10時間、ただいまの時刻は7時8分、終点の東京駅に到着です。この方法は何といっても料金が高すぎます。気になる方はぜひコメント欄から本編をご覧ください。